こんにちは。おやつ、はい、動物園イベント参加中なので動物ですはい、こんにちは、ピノちゃんです。この子はお留守番中なので今家に私と犬しかいなくて、2匹は下で寝てるのでピノちゃんだけ持ってきました。はい終わりないよ、こんな感じです動物園イベントやっと動物出ました。バイバイ、寝ます、私寝ますね、涼しい部屋で、うん、寝にしてな、バイバイ寝にしててな。マジでやばくない、田舎感やばい実家感やばいけど、これあんま映すとさ、お母さんに映さないでよって言われそう。ないよもうあ、ワシューさんありがとうございます。あ、あのね、自然光が当たる位置に来ましたこんなん映っちゃってるやばい、ありがとう、ちびみるちゃんも動物園イベント、もうないよ、ピノちゃん。もうないよ。もうないよ。もうないよ。ないよ、もう。ないよ。お母さんの誕生日おめでとう。ないよ。タコ？タコならいいよ。おやつないのも。もう終わり、ワンワン言われてます、ごめんね、うるさいね。寝なさい、寝なさい、寝てよ。ありがとうございます、ごめんね、うるさいね、寝てください、寝てください、うるさい、ごめんね、ワンワン言ってるね。こんにちは、ねんね、ねんねだよ、ねんね、おやつあげないよ、もうおやつあげないよ、ワンワン言ったら。やばいです。吠えられてます。吠えないで、ピノちゃん。ママ、お昼の配信したいのにさ、配信できないじゃん、そうって。おーい。残念だ、とても残念だ。ああタカさんありがとうございます。あの、ああって言うと泣き止む傾向があります、一応。ああああ
皆さん何やってましたか？お盆休みの今多分ど真ん中ですね。私は今家族がちょっと遠くにお出かけしてるのですが、犬が実家には3匹いるので犬の子守をしてます一応で2匹は今もう寝てるので、寝たから配信を始めました。動物園イベント、やっと動物が出たお盆休みにオンライン授業があるのでそれやって、かわいそう。お盆休みにオンライン授業があるのね。お盆でだらけ中です。いいじゃん、お盆ぐらいだらけよ。ピノちゃんブヒブヒ言ってる。どこに？あ、いいじゃん、そこいな。うん、ワシューさん何してるんですか？マジでカボケンさんいらっしゃい。お、ランクアップありがとう。目かゆい。やばいね、実家感満載のこの壁の色と、なんか木スイさんありがとう。リスちゃんありがとうございます。スイさんよかったらSNS の認証登録お願いします。なんか電話番号の認証登録ができてないと反映されないみたいなので、よかったらお願いします。えい、お、お、じわじわ集まってきてくれてるね。登録やってきます、ありがとう。配信終わってからでも全然大丈夫です。おーっていうのは、あー、ピノちゃんちょっとだけ歌っていこう。今日もアイスティーです。あー、ピノちゃん、お姉ちゃんは今ね旅行に行ってしまったので、本当に家に私と犬しかいなくて今犬の面倒を見てます。ちょっとだけ歌おうかな。本当にお昼は今イベント期間中っていうのもあるので、ちょっとお昼配信できたらやりたいっていうのもあってやりました。ちょっと穏やかな歌を歌っていきたいな。お、セゾンデショーさんありがとう。嘘つきなんて分かって触れてる、まだまだ痛いよ、もうさよならだって歌ってくれて夜が来るまで。優しくなってなれる。
ってくれて夜が来るまで。タカさん、ナッツンさん、ありがとう。黒ひげさん、いらっしゃい。ひなこさん、こんにちは。タピスタさん、ありがとう。辛いことも苦しいことも何も見えないならわからないし、塞いだ目閉じたままで逃げた月明かりの道を歩く。狭い部屋も眠たい夜も寒い昼も寂しい朝もさよならの言葉越しに君の顔を見てる。このままどこかの遠い国で浅い夏の隙間に寝そべったまま、知らないままで嘘つきなんて分かってくれてる。まだまだ痛いよ。もうさよならだって歌ってくれて夜が来るまで。お、そうさん、こんにちは。ハピスタさん、ありがとうございます。お昼なので優雅なの歌ってましたよ。お、寝た。うちの小豚ちゃんが寝ました。なんかリクエストありますか？虹の妖精の虹子ちゃんは誰だ？これイカゴリさんじゃなくて、これはおゼミさんですかね。にじこちゃんだって。スイさん、ありがとう。よかったらイベント、動物園イベント参加してます。動物園イベント可愛くない？動物園を作ろうということで、よかったら皆さん一緒に2時間の動物園イベント盛り上げてくれたら嬉しいです。うちには犬しかいないんですけど犬の出演しかないのですが。ハリケンさん、こんにちは。そう、イベント参加期間ということもあって、お昼もこうやって配信したりします。お、そうさん、ありがとう。ちょっとそんなに長くはできないのですが、1時に犬たちをトイレに行かせるという任務があってですねそんなに長くできないっていう。どうしよっかな。あと15分で休憩終わっちゃう。あ、大丈夫、2時かもね。あと15分ぐらいしかできないんだ。テルさん、ありがとう。よかったら夜もやりますよ。でも、毎日配信266日目だって。ありがとう。明日はきっと天気で悪いことなんてないね。タイムカードをして僕は朝目を開いた。僕らは今日も買ってる足りないものしかなくて、靴を履きながら空想、空は高いのかな。あなたさえ、あなたさえ、これはきっとわからないね。
うさぎちいかわに出てくるうさぎプロやちいかわグミ発売中です。ゲットできた人はレアです。田舎のスーパー売ってました東京じゃ買えないけど田舎のスーパー売ってました。田舎最高。買ったよ。にじか今日も探しに行こう。ソウさんありがとう。ワシュさん何してましたか？ご飯。何もかもが眩しすぎたあの埋めるようにはしゃいで見せてたけれどロイスロリどんな未来君は重ね揺れていたの今なら気づけてたのにロイスロリーレロイスロリーレ二人ずっと駅止まっちゃう。忘れないよ今でも声にならない
抹茶お化けのせい誰のせい夜はお化けかな「おい
ですが、皆さんたくさん見に来てくれてます、ありがとう。和潮さん昨日言ってたリクエストの曲何でしたっけ、何だっけ、静か、何静かだっけ、違う、何だっけ、何の歌だっけ、忘れちゃったんだよな、昨日メモ取るの忘れちゃっててね。のんびりしすぎたちびみるちゃん、ご飯食べれましたか。昨日さ、なんだっけ、何静か、静かじゃないっけ、なんだっけ、歌忘れちゃったんだよな、休憩が終わっちゃう、終わっちゃった、休憩、今日も、あーでもまだいいのか、いや暑いなでもなんかね、東京の方暑いかもしれない、やっぱり。なんで東京暑いんだろう。終わった、あら、そっか1時だもんね。じゃああとは夜に温存しておこうかな。ちょっと画像を新しく作ろうかな。二人静か、あ、それだ、ありがとう、中森明菜さんね、 OK。 ということで、じゃあ、あ、盛り上がり700いった、すごい、ありがとうございます。残りはこの後夜配信するので、よかったらまた来てください。夜多分8時半ぐらいかなから配信しようと思ってます。萌香ちゃんさんいらっしゃい。ということで、夜は来れたら来るね、お待ちしてますよ、ちびみるちゃん、ありがとうございました。ということでね、ちょっとお昼早いんですけど、また夜配信するので、ぜひ皆さん見に来てください。またね、うーやさんもありがとうでした。ということで一旦切ります、またね。おせみさんありがとう。ちょっと犬たちをトイレに連れてきます。あ、わしやさんいたまたね。